パパミンソンチャンネル始まるよ。はい、毎度どうもおきにパパミンソンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、ちょっといろんなセットアップをちょっと着ていこうということでやりたいんですけど、まあこれもちょっと見てわかる通りスウェットのねセットアップにはなってるんですけど、ナイキのスウェットセットアップにはなってるんですけど、まあ個人的にセットアップが結構好きで、まあセットアップってやっぱり楽じゃないですか。めちゃくちゃ楽なんですよ。なんていうんですかね、このズボンにこの上合うかなとか、なんかもうこれとこれなんか、変なんかなとかいう考える必要もないんです。もうセットアップなんで上下で着とけば、それなりの様になるっていうことでね、もう迷ったらセットアップっていうのでね、まあ結構好きなんですけど、で、まあ結構セットアップ、まあ夏ものもそうですし、冬も秋もとね、結構セットアップが、家にあったんで、まあちょっと一部動画にしようかなっていうことで、やっていこうとは思うんですけど、いろいろね、あるんですよ、種類が。例えば、こういうね、これも後で上下で着用しますけど、このガンホっていうね、ガンホっていうブランドのセットアップにはなるんですけど、ちょっと一見変わったような、ちょっと個性的なやつにはなるんですけど、こんなんがあったり、で、これがあれか、何やったっけ、クックマンですね。クックマンっていうブランドのジャケットタイプのね、セットアップがあったり。で、この間動画にあげたね。まあ、これは、まあこれちょっと自分で、リメイクというかね、リメイクというか、ブリーチ加工をちょっと自分でやった、まあこういうセットアップとか、今日持ってきてんのが、で、まあ、夏もんでもそうですね。夏もんやったら、こういうね、こういう、セットアップとかっていうのを今日ちょっと全部着用して、やっていこうと思うんで、めちゃめちゃ着替える回数多いんですけどね、ちょっとやっていこうと思います。ということで、まずは、ガンホのセットアップから着ていきましょう。はい、ということで、一回ちょっと着替えてみました。こんな感じですね。これが、ガンホですね。っていうブランドの、まあ、ZOZO タウンとかでも一応買えるんかなと思うんですけど、まあ、ちょっと、個性的なんですけどね。一応デニムセットアップにはなってますね。右足と左足で色が違うっていうね。ちょっと、お気に入ってますね、これは。ちょっと派手なんですけどね。はい。結構好きなんですよね、こういうの。で、まあ、これデニムなんですけど、結構柔らかいんで、柔らかいんですよ、生地が。めちゃめちゃ、なんか着やすいんですね。で、ウエスト部分も、まあ、紐とゴムになってて、はい。めちゃめちゃ着やすいですね、これは。で、まあ、素材感としては柔らかくて、そこまで分厚くもないんで、春とか、ね、秋とかに着れるんで、結構着る機会も多いんかなと思いますね。で、まあ上下で多分2万円いかんぐらいやったと思うんですけどね、あんまりちょっと覚えてないんですね。すいません。で、このガンホっていうのは結構、このジャケットタイプもあったり、いろんなタイプのセットアップがあるんで、いいと思います。結構好きです。どうですか？いいですね。じゃあ次は、何しようかな。クックマン行きましょうか。クックマンのセットアップ着ます。はい。ってことで一回着替えました。クックマンですね、これは。ちょっと塗装屋さんみたいな、ピンキ屋さんみたいな感じにはなってますけど、これも、ファスナータイプ。こんな感じ。いくないですか。ちょっと業者っぽい感じはするんですけど、まあ、これはこれでいいかなと、個人的には好きですね。はい。これも、これもゾノタウンとかで買えるんじゃないかな、クックマンね。これも結構ストライプの
上下だったり。で、こういうタイプから、なんていうんですか、スーツっぽいこういうタイプのジャケットとかね、上の形はいろんなのがあって、うん、いろんなのが楽しめるかなと思いますね。はい。これ、何倍やったかな？この上下で1万、ちょっとぐらいだと思います。はい。で、サイズはね、これ M ですね。で、上は L でね、いつものパターンです。僕のセットアップの選び方、下は M、上は L とかが多いんですけど、でさっきのガンホのやつは結構大きめサイズやったんですけど、あれ上下 M なんですよ。はい。結構オーバーサイズな作りになってるやつですね、あのガンホのやつは。うん、このクックマンもいいですね、と。結構、そう、だからクックマンのセットアップも2、3個持っとって、うん。今日はこれしか持ってきてないんですけどね、いい感じですね。じゃあ次行きましょうか。次はね、GU のね、自分でブリーチ加工した、スウェットのセットアップになります。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、どうですか？これはちょっとお遊びでちょっとね、ブリーチ加工してみたっていうやつなんですけどね。一応これのブリーチ加工を施した単体の動画も上げてますんで、よかったら見てください。いいっすよね。結構気に入ってるんですよ、これも。で、これね、びっくりしたんですよ。この間なんか嫁ミューソンが定期的にこう、いらなくなった服をこう、処分していくんですけど、その中にこれが含まれとって、そう、朝ね、起きたら、なんかちょっとこう、捨てるであろう服が山積みになってあって、その中にこれがなんか、パンって置いてあって、え、これどうすんのって聞いたら、え、それ捨てるやつやで、え、これ捨てませんけど、っていう話です。結構気に入ってるのに、これ、と思って。そう。いらんやつに見えたんかな。うん。ちょっとね、やりすぎたんですけどね、これ。ちょっとやりすぎた。けど、気に入ってます。はい。じゃあ、最後、もう一着あるんで、それはちょっと夏仕様ですね。半袖半パンのセットアップです。はい。ってことで、これが夏の半袖半パンセットアップになってます。で、これは、どこで買ったっけな？確か、ジャーナルスタンダードっていう店が、まあ、あるんですけど、そこに売ってたやつなんで、一応、うん、ジャーナルスタンダードで買ったっていうことでね、はい。セレクトショップなんですけどね。やっぱ、うん、いいですね。やっぱセットアップがいいね、なんやかんや。うん。で、まあ、これは、ちょっと、これに、このセットアップに合うようなニューエラがちょっとね、たまたま見つけたんで、買ったっていうね。色合い似てるやんと思って、そう、たまたま、ほら、これ被ったら、セットっぽいでしょってことになってますね。はい。もう夏もだから、夏、春、秋、夏、冬、全部だからセットアップがいいですね。やっぱ楽なんでね。もう迷ったらこれ。もう迷ったらこれ。めちゃめちゃ楽。何も考えんで、ペッペッと、セットアップを取って、ペッと着るだけなんで、何も考えんで。ということでね、めちゃめちゃセットアップ好きなんですよ。はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、今日はちょっとワークマンでもなくね、ユニクロでもなく、GU でもなくってことでね、ちょっと家にセットアップがいっぱいあったんで、あ、これ、動画にしちゃおうかなっていうことで、まあ、やっただけなんですけど、まあ、セットアップはおすすめですよってことですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ということでね、まあ、今後もいろいろ、いろんなことやっていきたいと思ってますんで、まあ、ちょっとでもいいなと思った方はね、チャンネル登録のしていただけると本当にありがたく思います。大変励みになっております。いいね、コメントの方もいただけたらめちゃくちゃ嬉しいですね。で、週末になったらちょっとライブ配信してみたり、YouTube ライブとか TikTok ライブとか、遊んでますんでね。まあぜひそちらの方も遊びに来ていただいて、コメントしていただいたらもう喜ぶんでね。よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。ほんまにありがとうございます。ほんまに感謝してます。さようなら。このチャンネルではワークマン、GU、ユニクロ、その他にバラエティジャンルの方もタップしています。オールジャンルでやりたいことをやるチャンネルです。こんなことやってほしいとか、あんなこともやってほしいとか。
リクエストがあればどんどんコメントください。インスタグラムもやってますので、パパミウソンで検索してそちらから DM いただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。しばくぞ。 Oh baby when you talk like